マーブルビーチ、向こうに見えるのが関西国際空港。長いこと行ってないな関空。いいなジェットスキー。どうも皆さんこんにちは。今日はですね、第2回キャンプしてテントで寝れるのかということでキャンプです。前回終わってみたら結構苦行みたいな感じやった第1回テントで寝れるのか大会からちょうど2週間経ちまして、この天気のいい日にリベンジです。結構真面目にテント張る動画を見てちゃんと勉強してきましたので、多分今日は大丈夫かなという気はしますが、どうでしょうね。で後で紹介しますが、前回3つのアイテムを持って初キャンプ行ったんですけど、まあ寒すぎて寝れなかったりしたのでちょっとアイテム増やしました。ただ全部で7つ8つのアイテムを持ってきたんですけど、もうそれだけでタナックスのフィールドシートバッグがパンパンになりました。これでは北海道ツーリングとか行かれへんなーっていう状況です。もう1個リュックかなんか背負ってそこに着替えとか詰め込んだらいけると思うんですけどね、そんなことはしたくないし。というかこれに料理する人とか山盛りなんかお鍋とか持ってますもんね。どうやって積んでるんやろ、すごいなみんな。でここなんですけど、大阪府の泉南市になるんかな、リキャンプリンクっていうところに行きます。思いっきり行き過ぎてました。オートキャンプ場、すげえおしゃれやん。でここは駐車券を取らずにって書いてあったのでこのまま行きます。ここは海沿いのレジャー施設の一角にあるっぽいキャンプ場みたいで、オプションなしソロ専用っていうやつで2500円でした。すげえ人いっぱいいるやん。ですぐ前にイオンがあって買い物も行けると。受付がお済みの方はお進みください。こんにちは。ここ初めてです。初めてです。わかりました。すいません、はい、あれです。いやすごい感じのいい管理人さん。ゴミ捨てて帰ってもいいらしいんですよね、ここちゃんと分別したら。結構いいですよね。おお、いいやんロケーション。あ、めっちゃ行き過ぎてる。5番、隣が道路っていうのが夜どうなんでしょうね。いやでもめっちゃいいやんここ。いやー着きました。今日の我が家こんな感じです。いいね。さあよいしょ。マジで重い。これマジでパンパンなんですよね。サンダルと短パンがもう中入らへんぐらいこっちに出たんですよ。もうキャンプセットだけでこれですよ。北海道分もう全然あらへんし、考えなあかんな。前持ってきてたのがテント、コット、椅子、ライト。んで、新しい仲間が、寝袋、机、ちょっとでかいペグ、ハンマー、グランドシートってやつですね。こんなわけ増やしました。これでカバンはもう、パンパンです。で、これ以上も増やしません。さあ、ということで、作ってみましょうか。今回はちょっと時間気にせずにゆっくり丁寧に作ってみます。
ってきました。前に比べたらだいぶマシになった気がしますが、こっちもええのにな。こっち前みたいにタルンタルンにはなってないけど、なんかちょっとバランスが悪い。うん、前よりかは広い気がするな。グランドシート、ちっちゃいやつなんですけど、まあこのテントは部屋が半分なのでちょうどいいかなと。ペグもちゃんと角度を逆にして輪っかも作りましたと。まあでも前に比べたらね、よしとしましょう。よし、じゃあ残り作っていきます。失礼しました。テントだけでだいたい10分ぐらいでできましたね。でなんだかんだで20分ちょいぐらいで全部できました。これは初の寝袋です。まあ、僕の相棒が火の玉カラーなので赤黒で揃えてみました。まあここまでは良しとしましょうか。問題は寝れるかどうかなんでね。そうか、今30度ぐらいあるんで夜どうなるんかな。山の中ではないしな。ちょっと買い出し行ってきましょうかね。この街中やからか虫が全くいない。めっちゃいいね。買ってきました。
ゃあ帰りますか。片付けやっぱ50分近くかかるな。汗だくやし、ほんで大変キャンプって暑い。お世話になりました。それにしても寝られへんな。昨日は全然寒くなかったんですけどね、というかむしろちょっと暑いぐらい、寝袋とか全くいらんぐらいのレベルやったんですけど、外で寝るっていうのに慣れてなさすぎるのか、たまに通る車とかバイクの音が気になって気になって浅い眠りしかできなかったんですよね。うわー、汗かいてるからもなんか体ベタベタしとるし、キャンプ大変。しかしここまでちゃんと寝られへんと具合悪いな。こんなもん遠征行かれへんな、キャンプでなんか寝るコツないんかな。まあキャンプを張るとか撤収するとかは気持ち慣れたので、あとはまあ寝れるかどうかですね。また近々どっか行きたいと思います。はい、では40キロちょっとかけて帰ります。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。